ユーヤとバチェラは予定通りに定位置に着いたよ。バチェラの放出したウイルスはトレースを開始しながら目標に接近中。セッション開始まで主観時間であとおよそ120秒。ちょっとトール、ちゃんと話を聞いてる？ハッキングプロトコルを修正してる暇はないんだからね。好きな幼馴染にドジられて脳死した姿を見たくないんだとさ。でも仕掛ける前に血魔喧嘩が遠慮してほしいな。興奮した人間は単純なミスを犯しやすいからね。誰が血魔喧嘩してるって？あんたたちこそ少しは緊張しなさいよ。今日はチンケの中小企業のストラクチャーがターゲットじゃないんだよ。ねえ、本当にこんな大物を狙って大丈夫なの？安心してよ、この外部の防壁は解析済みさ。朝飯前だよ。それに、これまでだってセキュリティ自慢の目標を俺たちはいくつも突破してきたじゃないか。何も恐れることはないよ。ほら、最初のウイルスたちが活動を始めたよ。いい感じで騒ぎが起きてるみたいだな。さあ、俺たちも始めようか。わかった。気をつけてね。順調だな。終了。あとはトールのスキル次第よ。
送ってやるからよ。落とすなよ。俺様特製のタトゥーツール、外壁のロジックに同調して図柄をきれいに書き換えてくれる。書き直したいなら外壁そのもののコードを修正してくれってな、代物よ。いいからノズルを押してみなって。待ち遠しくて今すぐにでも行っちゃいそうなんだからよ。月6万クレジットの広告スペースが台無しだ。もう消えねえ。こいつを消すと周囲の広告も一緒に消えちまうからな。ウイルスがわらわらと湧き出してる。
逃げる時は一緒だよ。助走をつけて飛び出すは脱出できそうだな。ちょっとマジ？あのね、もう無茶ばっかり。今の加速度だとエリア脱出後3秒で地面に激突するよ。いい？よっ、お疲れ。最高のハックだったぜ。よっ、お互い無事に戻ってこられたみたいだな。大企業といっても金融屋や最先端関連以外はあんなものさ。もう何が楽勝よ。ウイルスがバラバラと湧き出した時には本当にヒヤヒヤしたんだよ。お疲れさん、僕の方も無事に実態に戻ってこられたよ。アフリカ系でエージェントが増えたコバイアと交渉中だよ。向こうの手数料の利害がついた 85% の手数料、残りの半分を約束通り。チェックしてみろよ。もうちょっと待ってよ、トール。冷たいな。どうせ帰る場所は一緒なんだから少しは待っててくれてもいいじゃない。私は昔みたい
ど、トールにしてもユウヤにしても根本的にはお人よしだから、なんか利用されてるみたいで心配なんだよ。トール、おせえじゃねえか。待ちくたびれて死ぬかと思ったぜ。いや、大した話じゃねえ。ただユウヤのやつダイブしすぎて脳みそにガンができちまったらしいぜ。ひどいな。なあトール、お前この前の侵入の時、ストラクチャー内で女の子の電子体を見なかったか？ずっとスキャナーにへばりついていたんだぜ。あちらのクソウイルスにビビって電子体なんか一人もいなかったって、何度言ったら理解が理解すんだよ。あ、確かにスキャナーには誰も映ってなかったけど、ひょっとしてあれだったんじゃない？うん、ほら、ワイヤードゴーストって聞いたことない？ウィアードゴーストだって？ワイヤードゴーストだよ。噂なんだけど、ネット空間でスキャン不能の女の子の電子体が出没するんだって。それがね、噂だとその子マッドサイエンティストの実験台にされちゃってダイブしたまま行っちゃったんだって。それで霊魂だけがネットに残されて今もどこかをさまよい続けているって話なの。引退しないと可愛い幽霊ちゃんに取り殺されちまうぞ。別にそうじゃないんだ。